はい、お世話になっております。送りバントの西久保です。あ、高山です。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、なんか、うん、もうすぐ4月じゃないですか。4月ですね、うん、で、4月から俺入社、新卒の時に入って、はい、仕事始めたんですけど、うん、で、おかげさまでもう23年営業歴。大学出てんだっけ。大学出てます。一応大学出てますね。はい、最高学府を卒業しておりましてですね、うん、だと23年か。そう、23年、はい、ね、営業をやっててですね、その営業を、まあ、23年やればまあプロと言っていいのかなとは思ってるんですよ。新社会人の年齢よりもう上ですね。そうですね、うん、だから、まあ、そんだけ長く続けられたから、うん、まあ、まあ、ある程度なんて言ったろう、営業についても人に話してもいいのかななんて、まあ、いろんなシーンをね、うん、経験してきたから、その中でですね、うん、今回ちょっと23年やって分かったことがありましてですね、うん、はいはいはい、その話を今日はまずしたいと思います、うん、はい、お願いします。まず一つは、うん、請求書を出さないと、うん、お金は入ってこないってことがまず、うん、請求書に口座を書かないとね。そしてもう一個はですね、うん、トップダウン、要は社長とかと知り合って、その社長と知り合えればなんとなく乗り気だったら決まりそうな雰囲気ってありません？まあね、だから決裁者、最高決裁者、社長と知り合えた、社長の営業できた、できた、社長の反応良かった、決まった、決まったっていうのは思いがちですよ、ね、思いがちじゃないですか、うん、あれほぼ決まらないなと思ったんですよね。そうなんですよ、意外とね、決まらないんですよね、意外と、はい、うん、意外と決まらないってことが分かっちゃって、うん、23年かかりました。意外とだから部長とかの決裁スピード早かったりする可能性あれないですか？あるんですよね、うん、っていうのは、なんかうちの会社でもそうですけど、うん、4人の、たかだか4人の会社で、うん、じゃあ今回こういう企画やりますと、うん、その時にじゃあデザイナーこの人にしましょうっていうのを俺が勝手に決めることすらできないじゃないですか、うん、みんなで話し合わないと、ちょっとそれは合わないんじゃないですかみたいなのがあるじゃないですか、うんうんうん、だから、なんていうんですか、こっちが良くても、うん、あの社員の目とかもあるから、うん、意外と社長に直接言っても決まらないなってことが分かったんですよね、うん、っていうことが分かりましたってことですね。結構だから結局あるべき姿かなとも思ったりするっすよね。そうですね、うん、だからあの、まともですよね、まともまとも、うん、で社長って結構大枠をこう、一般の会社はね、うん、大枠というか経営の全般を見てるから、うん、あまり現場に入り込みすぎてないと、うん、勝手に決められないことって増えていくんだなって思いますよね。そうですよね。だからもしかしたらあの現場の何の役職もついてないやり手の社員の方が強かったです決裁。いや、そうなんですよ、うん、まさにそうなんですよね、うん、そういうことが多々あるじゃないですか。きっと社長も社長さんも提案を受けた時に、うん、彼がどういう顔するか、どういう思いするか、うん、彼に有効なのかなとかいろいろ考えてるんですよ。考えてます。あの、うん、社員のこと考えてるし、うん、だからそういう意味ではいい社長なんですよ。いい社長です。で、いい会社なんですよね。だからフリーマートっていろんな社長さんとつながってますよねみたいな話あるけど、はい、まあそれ事実だけど、うん、それだけじゃ決まんないってこと。決まんない。決まってるじゃないですか。だから我々もちょっといろいろな工夫を始めてますよね。歓送迎会とか言ってますよね。そう、だから一番なんかいろんな人がいっぱい集まるところが一番有効だから、うん、送別会とか有効ですよね、うん、送別会に加わる。送別会に加わる、うん、初めて会った知らない社員とかにマイク持ってメッセージを送ったりしてよく頑張りましたねとかで、またいつでも戻ってきてくださいとかねこの人誰なんだろうっていうテンションちゃんと出してますよね。そうだからマジで本当昨日のあなたは何だったのぐらい180度違う返答来るときありますよねいいですねと、さすがですねみたいな、これいいな、絶対いいな、うん、って言ってた社長が、うん、1週間後に送り逃げみたいなメッセージ送ってすいません、ちょっとまだ早かったようで、我が社ではみたいな。もちろん分かります、その気持ちは。なのでアクリバント社は送別会、歓迎会、全社総会、どこにでも駆けつけるんで、結婚式も、はい、飲み会どこでも駆けつけるんで、はい、達成会、うんうん、朝礼修礼、はい、ランチ、はい、何でも、はい、うん、何でも駆けつけますんで、なんかご発注したい会社さんがいらっしゃったら、うん、まずは2人で話さないで、
はい、社長と我々ではなく、うん、そういうみんなのいる場に呼んでもらえるのが一番、うんうん、ぜひぜひ嬉しいなって、はい、そんな営業もしていきたいと思ってます。はい、まあまあそんなんで、はい、今後も営業頑張って24年目ですか24年目、はい、はい、頑張ってやっていきたいと思います。はい、はい、じゃあそんな感じで、じゃあチャンネル登録、高評価、グッドボタンどうぞお願いします。この通りです。はい、私は絶対お願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。本当にありがとうございます。